ばんは。こんばんは。インスタ投稿しました。投稿しましたのでぜひお見てください。そう、ミナと前にグリーンランドに行ったんですね。その時に撮った写真です。ミナとの写真はあんまりないのですが、多分次のまたもう一回のね、グリーンランドに行った時の写真投稿できる。でその時に多分ミナの写真を一緒に投稿できるように頑張ります。そう、なんかね、投稿できるのはめっちゃあるの、私は。なので投稿したいのですが、なんかさ、でもね、投稿する時ってさ、まあ、撮った写真をちょっと色味とか加工したり、背景をなんか人がいたりしたら写っちゃうから、ぼかしたりとかね、結構ね、その肌をきれいにしたりとかね、加工しなきゃいけない、後からね。その加工しない時もあるけど、なんかそのグリーンランド行った時は暑かったし、普通にちょっともう人もいるし、肌も気象も崩れちゃってるから加工しなきゃいけないんですけど、まあ多分多少画質落ちるだろうってことを祈りながら、今日は何もモザイクだけやって投稿しました。20日は坂上公園出るやん。そうなんです、20日に出ます。私は坂上公園2回目の方に出させていただくことになりました。はい、ユニットとかね、ユニットとかね、楽しみに待っててください。そう、20日、私の初坂上に。でもなんかメンバー的には結構もう初なん人が多いから、メンバーと1日目の出た方たちは、1日目に出てない方たちが2日目に出てるっていうのが結構多いので、なのでぜひ、あのね、他に生誕祭だったり、なんだ、卒業公演だったり、あのね、それリバイバル公演だったり、生誕祭もずっと続くし、まあ予定が合わないとか、出費が多分あれな季節時期なのかはとは思いますが、ぜひ見に来てください。2日目もレイちゃんの生誕祭行くって。あのね、レイちゃんの生誕祭、あの登録出たらしいので私が言うことでもないのかもしれないけどね、一緒にお祝いできることもすごく、あの誇りに思って嬉しく思って、皆さんもあのね、姉ちゃんもね、私に生誕祭で出てもらえて嬉しいと思うんですよ。そう、明日はね、ゆうなさんの生誕祭だし、あさってはさえさんの生誕祭だし、その次がレアちゃんの生誕祭、え19だよね、それぐらい目撃じゃないの、あ、坂上とかがあるからってこと、19だよね、だってそれ、え、じゃあ明日終わったら19までさ、目撃者ないの、え、やばいね、それ。22はいぶきさんの生誕祭、まあそうだね、坂上とパジャドラがあるからなのかな、あ、19はね、帰ってくださるので、あきさんが
7月、明日が7月最初の目撃者。明日は昼夜です。私パジドラにも出させていただくし、夜のゆうなさんの生誕祭。ゆうなさんってさ、何のさお菓子が好きとか分かる方います？逆上がり好きな子への楽しみ、よかった、それはいいことです。何が好きかな、もう当たり障りのないさことをさ、お菓子をさあげる。で、今のさ時期ってチョコとかあげたらさね、溶けちゃうからチョコじゃないものがいいことは分かります。私はもう当たり触りのない誰もが好きそうなお菓子をあげます。サイさんは、サイさんとか皆ちゃん、いちごとかヨーグルト好きみたい。じゃ、いちごヨーグルトプレゼントしたらいいってことですか、それは。まあ何かお菓子をプレゼントしてみます。ショートケーキ、なんかさあれがあったらよくない、なんかさ家の近くにさあれがあったらいいのにな、なんかケーキ屋さんみたいな。そしたらクッキーの詰め合わせとかさ、そういうのさ買ったら、そうチョコは溶けちゃうんよね。明日は何のカラコンをつけましょうかな。でもね、あと何個あるんだろう。私さワンデーのちっちゃいさカラコンがさ、まあカラコンはねどうでもいいとして、明日はさ、明日土日3公演、本当は4公演あるらしいのですが、パズララ富士五湖千秋楽行きます。そう、今ね二次先着受付始まってるみたいなので、私の千秋楽パジャドラの13日が千秋楽なんだけど、夜がね、私は昼の方に出させていただきますということで、千秋楽は私の千秋楽はだから、そうね、インスタ見ましたってありがとうございます。皆さんたくさんいいねしといてください、インスタしたら私が喜びます。ちょっとインスタね、おしゃれ女子を目指したいの。藤子が新しい小説ゲットしたってね、新紙幣なったらしい、なったらしいってかなりましたから、新しいお札が
ね、私はね、私現金で払うことがないから、そもそもそうなの。私ね、もうね、現金で払わないの。あのスマホでピッて払うタイプの人だから、そうだから現金で払うってことがないんだけど、そうでもさ、それ困ることがあって、私はだから現金は使わなくから、スマホでピッて、まあ、大体今ってどこの飲食店行っても、お洋服屋さん行っても、お店、そもそもお店行ってもさ、ね、大体さ、なんか何かしら使えるじゃん、 ID 系とかで、電子マネーとか QR コード決済とかね、いろいろあるじゃん。だからそう、大体ね、ちっちゃいお店でもペイペイとかなんかあったりするんだけど、けどそのラーメン屋さんとかってさ、券売機じゃん、券売機系ってペイペイとか使えないとこ多いから、現金で払う。そう、前ラーメン屋さん行こうってなった、みなと。でその時、私、え、待って、現金ないんだけどってなって、その時持ってた所持金が全部で80円とかで、券売機とかだとあんま使えないじゃん、現金しか。やばいやばいってなって、そうやばいやばいってなって、もうあの家のさ、お金があるところにお母さんにさ、なんかお年玉とかさ、そういうのが入っててさ、こうなんかあるから、そこにさ、お母さんに電話してさ、どこにあるって言って、そうなんかその時は後でピンって送るけん、みんなに払ってもらおうかなって思って、そうペイペイで後であげるから、このラーメン屋さんさ、払ってくれないって言ったけど、みんなもう現金ないんだよって言われちゃって、でもヒヤヒヤするんだよね、なんかその現金以外、現金しか使えませんみたいな感じの。ああ、てかさ、最近さ、めっちゃ欲しい、なんかさ、物欲高くてさ、今めっちゃ、そう物欲高すぎて。でもね、お洋服買ったのこの前、そうお洋服買って、バッグも買って、そう物欲高いから。でも、ね、今欲しいのはね、パジャマなの。そう、あとハンディファンが欲しい。昨日言ったじゃん、このさ、このハンディ、このさ、扇風機しかないって。そうパジャマが欲しいの。このね、あとフランフラン、うん、なんかいろいろ買わなきゃいけないものがたくさんなんだけどね。このフランフランにいて、こういうねやつも買いたい。でバッグも買って、靴も欲しくて。え、いじまりあちゃんがココアさんに寿司が可愛いで、マジ嬉しい、見たい見たい、メール見よう。え、本当に、私この前寿司撮ったんよね、一緒に。あれ、どっか行っちゃった。え、本当に嬉しい、それは嬉しい、本当に。なんかさ、嬉しい、私リリタンが一番好きなの本当に嬉しい。私さ、7期のさ、広めが終わって、なんかあんまりそう、この子が好きなんだよねってよくないのかもしれないけど、なんかもう一目見て、私リリタンめっちゃ好きと思って、そうみんな隔てなくっていうか、なんか自分も嫌だ、嫌じゃん、そういうことされたら。先輩がなんか一人の子だけ でめっちゃ可愛がって、自分とはあんまりとかなったら嫌だけど、でもなんかみんな好きなのね、みんな好きだけど、その中でも私なんかお披露目、ニコ生の披露目見て、なんかリリタンにめっちゃ可愛いと思ったの。そう、可愛いと思って、なので嬉しいです。嬉しい、見るわ、そのメール。やったね、リーリタンが、リーリタンがめっちゃあれだったの、撮ってるから後で見よう。なんかそういろんな先輩方との写真も載せてて、え、待って、私の載せてくんないのとか思ってたんや、勝手に嬉しい、また写真撮ろう今度。
じゃあ15分になったので終わります。13位村吉さんありがとうございます。12位ペシさんありがとうございます。11位ムックさんありがとうございます。10位ポテチーさんありがとうございます。9位ちゃんとくさんありがとうございます。8位西健さんありがとうございます。7位 BJ さんありがとうございます。6位ゴーくんさんありがとうございます。5位ハチさんありがとうございます。4位ワンタンメンさんありがとうございます。3位ただの魚さんありがとうございます。2位ステックさんありがとうございます。1位あおいちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。誰だ教えてくれた方、めっちゃ感謝。なるほどね、ありがとうございました。また明日は朝ですね、朝配信します。じゃあね、バイバイ、おやすみなさい。ポンポンポン。